ハリカルナッソスは、アナトリア半島のカリアの南西海岸にあった古代、キリシア都市。現在のトルコのボドルムにあたる。世界の七不思議の一つ、マウソロス霊病があることで有名だった。アレクサンドロス三世がアケメネス朝、ペルシアと戦った場所でもある。海岸のすぐ近くに小さな島があり、1404年、ロードスキ師団がその島に、ボドルム城を建設。 その後、市街地の拡張による埋め立てなどで島と本土がつながった。ヘロドトスの生誕地がハリカルナッソスであることから、ボドルムに建てられた記念碑ハリカルナッソス建設については、様々な議論があるが、ドーリア人の植民都市であることはほぼ定説になっており、高架にメドゥーサの頭やアテーナーやポセイドオンやミツマタの槍が描かれていることから、 母と子はトロイゼーン及びアルゴスだとされている。ストラボンによれば、住民は、伝説上の建設者をアンザズだとし、アンチャディという呼称を使っていたという。カリア語碑文に見られるアリス、デルタ・カルノス・デルタが、ハリカルナッソスの古代名ではないかとも言われている。初期のハリカルナッソスは、コス、クニドス、リンドス、カメエロス、イアリソスと共に、 ドーリア人のヘクサポリスの一つだった。しかし、ヘクサポリスの競技会で優勝したハリカルナッソス市民、ガッシュクルズが商品である三脚台をアポローン神殿に奉納せずに家に持ち帰ったことから、ハリカルナッソスが、その同盟から離脱することになった。紀元前5世紀前半には、カリアのアルテミシア一世が統治していた。彼女は、 サラミスの海戦でアケメネス・アサ川の指揮官として戦ったことで知られている。その息子で後継者のピションドリーズについてはよくわかっていない。その後ハリカルナッソスを支配したリグダミスは詩人パニワシスを死に追いやり、ヘロドトスが生まれ故郷のハリカルナッソスを離れる原因を作った。ハリカルナッソスの紀元前4世紀の要塞の遺跡。 その後ハリカルナッソスを支配したピクソダロスは力を強めてきたマケドニア王国との同盟を目論み、若きアレクサンドロス3世の嫁として自身の娘を差し出す約束をしたと言われている。しかし、アレクサンドロスの父ピリッポス2世が反対し、結婚は成立しなかった。アレクサンドロス3世の統制初期の紀元前334年、マケドニア軍は ハリカルナッソスでメムノに率いるペルシア軍と対峙した。要塞を攻略するため堀に細い橋を架けたが、その橋が壊れたため多数の死者が出たという。要塞を攻略できないアレクサンドロス3世は、それを包囲し続けるしかなかった。この要塞と堀の遺跡は、今では、ボドルムの観光名所となっている。アレクサンドロス3世は、 ハリカルナッソスの統治をサトラップを務めていたマウソロス一家、特にマウソロスの妹アダに任せた。その後間もなく、プトレマイオス一世がこの地にギムナシオンを建てており、市民がプトレマイオス一世を称えて中老、またはポルチコを建てた例も見つかっている。ハリカルナッソスはアレクサンドロス三世による。 好意攻撃の痛手から完全には回復せず、キケロはその地をほとんど廃墟だと記している。マウソロス像遺跡は、ボドルム市内で一部発掘されているが、多くは、市街地の元に埋まっている。死壁、神殿、劇場などの位置はほぼ判明している。マウソロス霊廟は1857年、CT ニュートンが発掘し、その設計がほぼ明らかになっている。 おおよそ35メートル ×28 メートルの大きさで、石段、周柱、ピラミッド型屋根、クワドリガなどからなり、表面は彫刻を施された大理石で覆われていた。周囲には一連の彫像が並んでいたと見られている。大プリニウスによれば、周柱は36本のヨニア式の柱が使われていた。柱と柱の間にも彫像が配置されていたと。 見られている一部復元された部分には、ギリシア人とアマゾーンの戦いの場面が浮き彫りされている。また、等身大の動物や飼育係なども描かれている。周柱と中央の部屋には、下から24段の階段で登る。その上にはピラミッド型の屋根がある。屋根の頂上には、クワドリガがあった。また、マウソロスの像も見つかっており、大英博物館にある。 マウソロス霊病の復元図は様々なものが提案されている。チャールズ・トーマス・ニュートンらの最初の復元図には各所に間違いがあるとされている。七不思議の一つとして古代から空中で分断されていると言われたことを考慮したイーオールドフィールドの復元図も移行とは一致しない。現在最も正しいとされているのはドイツの考古学者エフアドラーが1900年に発表した。 復元図だが、その後も研究は続いている。ありがとうございます。